追加命令が来たわ。離れの倉庫からある荷物を取ってきてみせて。そんなこと自分たちでやればいいのに。かなり危険なブツらしい。このどさくさで行方不明になるわけにはいかないそうだ。このまま減速して目の前の滑走路に着陸しなさい。立ちダウン。どうすればいいの？近くに倉庫があるでしょ。無人のはずだから中に入ってちょうだい。部屋に入って右側の白い棚 TAF0140 見つかったかしら。たくさんあってどれが欲しいものなのか。0140だっけ。そうよ、 TAF の。急いで、トラックがそちらに向かっているわ。だからやだって言ったのに。0140、0140、あった。これね。トラックが倉庫の裏まで来ているわ。急いで。空まで逃げれば連中の手出しはできないからな。一安心だ。ああ、もうだからこういう突発任務はやめてって言ってるのに。お疲れ様。ぐちぐち言わないの。そのまま帰ってください。その付近には軍事境界線があるわ。不審に思われないように高度を上げてまっすぐ飛んでね。しかも武装しとるからな。捕まったら面倒なことに。なんだこれは。エリア、レーダーを見なさい。一時方向から見て。早い。ルッキー撃ってきたの。見ろ。こちらノースサイド所属ソニックヴィーナス。機体との交戦の意思なし。機体との交戦の意思なし。エマージェンシー、次の所属 C30 のエリアで武装 R に襲われています。救援をお願いします。姉さん、一体こいつら何者。わからないわ。救援が来るまで持ちこたえて。 VM セキュリティサービスです。緊急信号を送ったのはあなたですか。はい、 R2M が私たちです。識別コードは SVN1。 こちら国連治安維持軍金星南部航空隊だ。緊急信号を受信した。保護したい。コードを下げてくれ。救援隊が到着したわよ。このままだとまずいぞ。分割と治安軍が交戦してしまう。おー、息落ちた。治安軍の機体かも。いい？逃げるタイミングを見つけたらすぐに逃げなさい。北方向、レーダーに追加したわよ。北西から日本中隊が接近している。高度が…わからんな。多分、治安軍よ。エリア、巻き込まれないうちに早く離れなさい。だけど姉さんは何してるの。エレア、ニュースを見てみろ。大変なことになってるぞ。
引き続きウリンバ砂漠で発生した国連治安維持軍とビーナスマテリアル社の軍事衝突のニュースをお伝えします。本日ウリンバ砂漠中央部の武装規制域において現地時間午前9時ごろ国双方に死傷者が発生している模様です。軍広報官は事実関係を含めて調査中であり現時点でコメントできないとする一方、これは民間企業に対する理不尽な軍事制裁であり非武装協定は相手より一方的に破棄されたと述べ報復攻撃も辞さない構えです。これに対し地球の北アフリカに最悪のパターンだ。全面戦争が始まりかねないぞ。もしかして私が原因？お前の責任ではない。しかし消せないのがお前を襲ったあの2機だ。それに情報が広がるのが早すぎる。砂漠の真ん中よ。一体誰が見て。姉さんどこ行ってたの？重要参考人として軍から出頭命令が出てな。それにしても早く帰ってこれたな。今は感染者を相手にするほど暇じゃないみたいよ。結論を担当直入に言われたわ。身柄の拘束を避けたいなら有事条項か。本当に使われる日が来るとはな。それ聞き覚えがあるんだけど。なん？ライセンスブックの有事条項のことだ。重火器を保有する許可を得られる代わりに有事の際は軍の部隊とドンパチやって今さら知らんぷりというわけにもいかないでしょ。それとも3人揃って基地の塀の中で暮らす？それは嫌だぞ。拒否してもしょうがないってことね。別にいいんじゃない？今までと大して変わらないんでしょ？そうね。それに一つ考えがあるのよ。軍の情報に近づけるからおじさん、つまりあなたの音。そもそもジョージが消息を絶ったこと自体が軍事機密扱いだったからな。エリアがこの仕事を始めたのもお父さんの情報収集が目的だったのでしょ。だからこの話を。決まりね。でも本当に大丈夫か？安心しなさい。本当に危ないと判断したら何と言われても出撃拒否するから。私の判断力。それが一番心配なんだけど。確かに。どういうことかしら。